山和博士は日本のプロレースラー。本名、三原博次千葉県君津市出身。東京農業大学卒業。小学校3年生時に町内の少林寺憲法道場に入門。中学時代はバスケットボールとサッカーに励み、高校から大学まではレスリング部で活躍。君津青葉高校3年生の時に、 千葉県高校総体で8 5キロ級優勝。その年の国体ではグレコローマンでベスト16入り。大学時には JOC 杯ジュニアオリンピック7 6ラム級で3位の成績を上げている。2006年に行われた無党塾の新人オーディションに合格し、全日本プロレスに入門。合格ラインはギリギリであったが、自己アピールで、 得意の滝口純平と一国道のモノマネを披露し、それが合格の決め手となった。大学時代にバイトで綿飴売りをしていた時に余興でやっていたモノマネが役に立った。2007年2月に同期入門のカイと共にメキシコ修行に出る。2月22日にアイグにてヤマトのリングネームでデビュー。カイとのタックで見事に初試合で初勝利を挙げている。ちなみに、 本人は、試合中に記憶が飛び、気づくと控え室にいて、会から試合が終わったという事実を聞いたという。6月3日、会、元スーパークルーの佐々木と組んで、アイグトリオのタイトルに挑戦するも敗れる。7月26日メキシコシティにて、30人で争ったレイ、レーデルリング王座をダッシュ。デビュー5ヶ月で早くも8タイトルを獲得した。8月5日に、 大座防衛に成功。2008年2月17日の後楽園、ホール大会で大和博のリングネームで日本デビュー戦を行い、同期の真田翔也 &T28 から勝利を奪った。その後、カイトのタックでジュニアタックリーグ戦に出場。若手ながらも奮闘し、肘方隆中島勝彦組、野沢論外、マザダ組から大金制を挙げた。 5月シリーズから怪我のため欠場していたが、7月20日の後楽園ホールにて、真田清成と組土肘方隆史、谷学と復帰戦を行った。結果は土方に負け、3ヶ月は埋められなかったと発言し、ジュニアヘビー級リーグ戦へエントリーされなかった、悔しさを露にした。そして、また一からやり直したいと語った。F48 月22日。 高楽園での小島里市タイタル先修了後、ブールマーダーズに臨地されていた小島を、天山広吉、海と共に救出。小島、海と新ユニット、F4 を結成し活動していくことを宣言した。また、10月13日、新日本プロレスの両国大会に参戦。GBH と対戦するが惜しくも敗れる。11月3日、F4 として、天山、 ノーリミットと対戦。結果は負けてしまうも、対戦相手を何度も苦しめるなど、キャリアの差を感じさせない攻防を見せた。2009年11月23日、和林近藤修二とのタッグマッチに、相棒の会と組んで挑む。結果は、グラウンドコブラツイストで、和林から、ピンフォール勝ち最強タッグ最中で、ジュニアヘビーの選手にはテーマがないと思われた中、 さきの神戸大会でぶち上げた世代交代の波にいち早く乗りつけた。しかしその後は勝利に恵まれず、結果世界ジュニアヘビー級王座の挑戦権を口正信に奪われてしまう。それから大幅な肉体改造に着手。努力のかえあって1 2ラムの減量に成功し、バキバキボディを手に入れた。2010年、新春シャイニングシリーズ2日目のジュニアヘビー級。 バトルロイヤルで優勝。試合後世界ジュニア王座挑戦を表明。シリーズ最終戦での選手権試合では、戦前に王者数から最低の挑戦者等とのられていたが、前哨戦、そして本番と王者は、愚か観客まで熱狂の渦に巻き込むファイトを展開した。2月、F4 がブーーマーダーズとの解散マッチに敗れたためユニット、解散。 人間狂気4月の世界ジュニア王座戦の直後、それまでタッグを組んでいたカイトの決別を宣言。張り手一戦の後、近藤修二とのタッグを組む。その年のジュニアタッグリーグ戦では、決勝戦まで勝ち進むも、母子、スペルクレイジー組に敗北し準優勝。かつて近藤の名優であった、ブラザーヤッシのようなコンビプレーを見せ、当の近藤から人間狂気と呼ばれた。 このタッグで7月1日坂田大会では、タルビッグダディブードゥのアジアタッグ王座にも挑戦。8月シリーズでは、またも VM との敗者チームキャプテン神切りマッチに敗北し、坊主頭となった。2011年1月23日、結婚していたことを武藤刑事に暴露された。1月24日、ガオラ20周年記念興行。 スーパーファイト2011にて、ドラゴンゲート所属のヤマトとシングルマッチを組まれる。結果は敗北したが、なぜか試合前に鼻血を流すなど、相当のインパクトをた団体ファンもいる中で残した。情熱バカレスラー8月13日、後楽園ホールにて会の持つ世界ジュニア王座に挑戦。20分を超える人を演じたが、王座ダッシュはならなかった。10月、 佐藤光と3番勝負で2勝1敗で勝ち越す。2012年は佐藤光とタッグを組み、ジュニアタックリーグ戦に出場。7月、ジュニアハイパーリーグの決勝に進出し、師匠の近藤修司を下し初優勝。次シリーズ開幕戦の後楽園ホールで王者の会を倒して、第33代世界ジュニアヘビー級王者となる。しかし、 2013年1月2日後楽園ホール大会において近藤修司が保持する GHC ジュニアヘビー級王座とのダブルタイトルマッチに敗れた2013年6月30日の両国国技館大会を最後に全日本プロレスを退団したレッスルマイナス1の旗揚げに参加スケスケのガウンを着て大和本人がオリジナル曲 進み続ける限りを歌いながら入場する。2014年7月6日、両国国技館にて、レオンバンガス・テレンの持つユップ、インターコンチネンタル王座に挑戦。3分 12R という変則ルールに苦しめながらも、見事王者を下し王座を獲得。10月26日、ベストフィジークジャパンベストビキニジャパン東日本大会で3位入賞。12月13日に、 全国大会に出場する。2015年より、ストリートミュージシャンとしても活動することを発表。リングでの歌いながらの入場を終了する。2016年1月10日、アンディウの持つレッスル -1、クルーザーディビジョン王座に挑戦し勝利。レッスル -1 では、初のタイトルダッシュとなる。同王座に挑戦するため612名の署名を集めた。しかし月から、 長期欠場に入り、欠場期間中はツイッターなどで営業部長、ヤマトヒロシとして営業活動を行っていたほか、千葉で大和プロデュース大会の営業活動を行っていた。2017年6月4日、欠場中ではあったが、ヤマトヒロシデビュー10周年記念大会を開催。メキシコ遠征を控える藤村光平の走行試合のリフェリーを務めた。 2018年3月に復帰、数日後フリー転校を表明。フリー転校後は、01、プロレスリングノア、海園体土女、ドラゴンゲート、DDT プロレスリングなどに参戦。ありがとうございます。